今ワンピースの105巻の表紙がすごく話題になってますよね。25巻の表紙と同じ構図で現4校が示唆されていました。ですが今回一番大事なのは真ん中にいるキャロットだと思います。キャロットっていうのはミンク族の王になりましたよね。そしてキャロットがおでんを食べている。おでんといえば光月おでん。光月おでんの子孫がもともとミンク族の王クジラのミンクだったのではないでしょうか。この考察の詳しい内容は動画にアップしておりますので、コメント欄からぜひ見てください。よろしくお願いします。